いやアイコスすごいっすね世界中に中毒患者を作り続けお金を集め寿命を縮めるいやひどい仕組みがあるもんですでもねこういうふうに切り捨ててばっかりではないんですよえ例えば今私ねやっぱ宇宙戦艦ヤマトってアニメあるじゃないですかあれ見てるんですけども DVD も買うし映画にも行くしグッズも買うんですよなんかアイコスの中毒患者と何が違うんだって話ですよね 映画を見てる間は私の人生止まりままりすよね、まあそれをね経験に変えてなんか知識情報でアウトプットにしていくっていう稼ぎ方あるんでしょうけども、まあ、アイコスで稼ぐ方法があるよって言われればそれ同じですもんね。でアイコスをなんか吸いながらなんかこう手でライター作業したりいろんなながら作業ってできると思いますけども宇宙戦界また映画を見てる間はそれしかできませんから全ての人生が止まり寿命がその分だけ縮みお金も払って。 まあ、特に周りの人に迷惑をかけるかつは別にかけないですけどもけど嗜好品とか趣味ってそういうもんですよね確かに中毒性があるとかっていうふうにね有害性を強調することはできますけどもそれを言うんだったら何にでも中毒性ありますからね車に乗ってますドライブ楽しいなまた行こう中毒性ですよこれねまあ晩酌しますまあ仕事の後の一杯「クぅきくなキンキンに冷えてやがる」 一生この一杯が手放せなくなっちゃうみたいなねいや私もね、あのー、アニメ好きなんで見たいですよずーっとアニメに搾取されてますよ喜んでねだからアニメに興味がない人から見たら多分無駄なことにお金使ってるなって言われますよねそしたら「いや無駄じゃないよこれアニメを見ることによってねお金コンテンツ払うでしょそれが納税されて国の資金になってるんだ」って言い方は まさにタバコを吸うことによって納税して国を支えてるんだって同じですよね <laughs> だからね何が悪いのかって本当にね身勝手なもんですよねうん一定のモラルってものはこの社会に吹いてますからあの覚醒剤や売春があのなかなかね責められやすいってのはありますけどもでもそれにしてもねその人類がこう生まれて 脈々と歴史を辿っていってる時にその中で必要としてる人が生まれてそして必要じゃないと思われてるものはどんなに一世を風靡しても淘汰されてほら、ダッコちゃん人形ってあるでしょダッコちゃん人形って今誰かやってますかねここにはめて渋谷歩いてますかねでもダッコちゃんよりも前に根付いたメキシコのタバコ文化 マヤのタバコ文化、ヨーロッパに持ち帰られて世界中でブレイクしてなくなってますかねすでにブームってものではないですよね定着しちゃいましたよねとなると何なんでしょうねまあけどアイコスすごいっすねうんアイコスアイコスは悪くないにしときましょうか今回はいってらっしゃい